です。今日なんですけれども、今日はえっ、ー、は5月11日の月曜日なんですけれども、夕方5時頃ですね、すいません、寝過ごしてしまいました、3時に起きようかと思ってね、アラームまでかけてたのに、寝過ごしちゃいました、やっぱり来てましたね、まあリアルタイム対戦のね勝ち星ランキングリセット、一緒に来るんじゃないかなと思ってたんですけど、ミキサー来ましたね、ついにね、今年も。 ミキサーの季節が始まりまりした僕といえばね、去年はミキサーで吉田正尚選手当てたりだの、あと誰が当てたかな、まだいっぱいあったよね、ミキサーで当てた選手、でも吉田正尚選手が一番残ってるかな、思い出に去年は、あのね、もう伝説のあの、狙い打ちですよ、まあまあの確率でしたよ、あの時も、狙い打ちで取ってます。うん しかもあれ、セレクト、えっ、ー、と、自チームじゃなくてセレクトで取った、こっちのノーマルの方で取ったんですよね、確か。とかね、そういう思い出がある、まあ、僕の去年のね、まあ、1つの分岐点になったミキサーの引きなんですけれども、さあ、今年はどうなるでしょうというところで、今年はや、えっ、ー、と、早速ね、えー、と、やっていきたいと思います。すいません、寝起きなんで、ちょっと滑舌もあらないかもしれないです、本当申し訳ないです、そこは。はい、ちょっと急いで取ってます。 ということで、えっとね、あと、えっと、今日から、えっと、ウィニングイレブンのあの、カードコレクションというゲームの動画を撮り始めました。で、意外にね、1本目、今見たら、まあ、僕的には思ったよりも再生,か再生されてたんで、まあ、今後も続けていこうかと思うんで、もし興味がある方は、そちらの方もよろしくお願いします。で、今日ね、おそらく、うーんーとね、まあ、ジチームの方で回したら2回は回せるかな。 とというこころなんですが、まあ、そこどうしようかねちょっと迷ってる部分がありまして、ですねどうしようかな。まあ、ホークスはね引きだよね。だって、マッチでもいいし、森選手でもいいし、ギータでもいいし、高橋嶺選手でもいいし、甲斐選手でもいいし、今見でも千賀選手でもいいんですよ。とりあえず被らなければ、えー、っと極みもしくは、 えと高橋嶺選手以外は全員極みで今持ってるのでそこは継承させればいいので,で高橋嶺選手はとっつんで持ってるんで、まあ、そこは継承させればいいかなっていうところで、まあ、あとねえっとまあ A ランクがそれを,のを待てばいいかなっていうところなんでここは絶対引きたいんですよねあとはねどの球団がいいとかはないんです けどまあ、巨人かな引くとしたらオリックスでもいいねオリックスでもいいんですけどオリックスもいいね <laughs> 巨人もいいね巨人1回引こうかな巨人と北ークスにしましょうかで自チームの,、ね、あのダルビッシュ選手がのおかげでもらえる自チーム契約書があるんですけどそれはちょっとね今回のミキサー次第にしようかなと思ってます はい。ということで、僕の勝負が始まりますね。早速行きましょうか。はい。じゃあ行かせていただきます。ちょっと緊張の一周なんですけど。いや、マジで緊張するな、これは。さあ行きましょうか。ミキサーね。えー、っと、自チーム確定で。どんぐらい余ってるかなえっとね、太田選手はいいでしょう。ちょっとね、全員わざとね、鍵かけてるんですよね。ちょっと鍵外していきますね。 マーセル選手のはいやっとけよっていう話なんですけどね申し訳ないですそこは柳野間選手もかけるかな藤島選手も今んところ使わないかな柳選手は取っとこうかな、まあ、柳選手もまあ混ぜてもいいんだけどなえっ、ー、とちょっと待ってよえー、とすいません寝ぼけてますねちょっと目があんまり見えてなくて えーとちょっと待ってよあらこんなにいなかったって三木さん、せる選手あれあれああこれ石川選手もまあ使わないかなまあ増田選手もまあ使わないかな今んとこあと誰がいるっけまあ、とりあえずこの辺外してまあ、とりあえず一回しましょうか えっと、1、2、3、4、5でいきます。で、ホークスなってますね。じゃあ、ホークスいきますよ。ああ。いや、お願いします。ほんとかぶらないでください。ここはほんとかぶらないでくれ。いや、ほんと補強したい。さあ、行ってこい。おぉ、神吹雪が祝福をしてくれてる。おぉ、電光掲示板も光ってる。青く燃える。 カットインが出てぶち割れて誰来るよお願いしますよしっかぶらやったよしよしよし OK でしょこれはいや3100去年のねシリーズ1の森選手極みで持ってるんでこれははい継承ですねありがとうございますじゃあ次次ちょっと無理するかな、まあ、巨人ですよね えーとちょっと待ってくださいねさあまあ今のプロ野球の2大巨頭ですよえーとちょっと待ってくださいねまあこれはちょっと無理してでも回しにいきますま強巨人の狙いの選手一応見ときますまあ誰も持ってないですけどね誰も持ってないけどまあ岡本選手は一応継承ができるけどまあ突2ぐらいかなで坂本選手は今突 4? ちょっと3かな ?3 か4。で、菅野選手は出たら一応極みできるぐらいのエランカを持ってる。で、丸選手は今極みで持ってます。ぐらいかなぐらいだね。まあ、そう考えたらそっか、当たりが1、2、3、4。まあ、沢村選手も嬉しいですよね。リアタイで使えるから。まあ、小林選手とかも嬉しいんですけどね。亀井選手とかもね。 まあ一応、狙いとしてはこの4人かな。まああまあ、特に狙いは丸選手、坂本選手、菅野選手。でまあ、次ぐらい、時点が岡本選手かなで。その時点が沢村選手、田口選手とか、そこら辺。まあ、他の選手ですね。ってところかな。まあ、実際、ここが一番緊張するんですよね <laughs>。ここはね本当補強したい。まあ、誰が出てもいい。まあ、この3人の中だったら誰が出てもいい。まあ、去年もねこんな感じで。あ いや違う。去年もこんな感じでミキサー回して、坂本選手僕弾いてるんですよね。確か。確かそうやったよね。まあ、ちょっと動画見返してみないとわかんないんですけど。はい、やれよって思ってる人。すみませんね。ちょっとね、本当はね、もっとゆっくりやりたいんですよ。僕も。<laughs> ただ動画があんまだらけるとねどうし、どうしてもね、いけないと思うので。うわ、どうしようかな。ちょっと待ってよ。 うわ、ちょっと待って。柳選手、混ぜるか。凸してないし。混ぜよう。で、後が。うわちょっと待ってよ。ここは無理してでも行きたいんだよなあれは、そんなに多く選手持ってないっけちょっと待ってよ。 広島って今誰かおるっけ僕いないなら中崎選手混ぜあ,あそっか鈴木誠也選手持ってるんか中崎選手混ぜちゃうかいやーでもこれさすがに TS 来ないよないや来るかないやちょっと待てよまたガチでちょっと待ってよホークスの選手さすがに混ぜれないですよね 混ぜれないから上野選手の最新ああまあ必ずしも最新である意味はないんだよな正直でも貴重なあちょっと待ってよあらそんなに僕持ってないっけ うーん、ちょっと待てよ。<laughs> あらうわーちょっと待って。いや、回したいよ。え、嘘そ、んなに持ってないっけ今何人かな ?1、2、3、あと2人か。うわちょっと待てよ。あと2人。 えーと、ちょっと待ってようわーえちょっと待ってすいませんねぐだってえちょっと待ってよなんでえええ,え 決めた決めましたちょっと待ってよ最近使ってないから混ぜよう混ぜちゃおうもうちょっとこっちのオーダーに入ってるんかエスコバ選手手放します僕ははい手放したいと思いますここで まあ、とりあえず、加山選手入れておきましょうか。で、どっちみち、加山選手が入ったら抜こうかなとか思ってたんで、決めました。で、あとね、梅野選手抜きます。まあ、特にね、今シーズンじゃなくてもいいんですよね。うん、ぶっちゃけ。守備、まあ、別に守備にスピリッツは関係ないし、と思ったんで、あ,あ、オーダー抜いてこないといけないんだ。すいません、グダって。ここしよう。これでやろう。ちょっと待ってね。 ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ごめんなさい。ほんとごめんなさい。テ <laughs> ンパってます。どうしようかなと思って。いや、ここは回しておきたいよね、もう。梅野選手、この、前の使います、僕は。まあ、と、と守備能力上がってるんだよな上がってるけど、いやいや。いいや。だって、これもし混ぜたら、小林選手が出てもいいんですよ、正直。 <laughs> っていう結果になるのでここはもう混ぜますもう思い切っていきます思い切っていきますよこの5人で巨人ですねいやーやっちゃおうもうここまで来たらやっちゃおういや本当お願いしますここも本当ねおお散るね今日は今日ここでホームランじゃないかおお青いほの僕これ好きなんですよねこのよっと思えるね さあお願いします本当お願いします来いよタグチ選手かーうー <laughs> なるほどねそうきたかいやーそうきたかいや去年混ぜちゃったんですよね僕ね難関の時に調子こいてね <laughs> ミキサーかミキサーで混ぜたんだよなそうかそうくるか いやでも、OK でしょ、OK、OK。まあ、仕方ないです、こればっかりは。まあ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 、巨人に関してはね、狙いが多いんですけど。いや、ホークスと巨人、欲しい選手が多すぎて、ちょっと困るんですよね、マジでね。ということで、今日のミキサーは、えっと、森選手と田口選手をゲットしました。いや、ミキサーも難しいですね、やっぱね <laughs>。ちょっと今回無理して混ぜ,混ぜちゃった感があるんですけど。 はい、まあ仕方ないでしょこれはまあ、次いつねミキサーするかわかんないですけどまあ今日はここで締めたいなと思ったんですけど一応まあこのドラフトスカウト放ってはおけないというところであと31回残ってますねで A ランク以上が5ということは6分の大体まあ6分の1で A ランク以上出るとまあ、やっていきましょうかね今日もということでやっていきたいと思いますはいスカウトしますここで引けばねいいんでね 菅野選手と千賀選手に関しては他にも欲しい選手いっぱいいますけどねねえいやードラフトスカウト嫌われてますね今年は嫌われてることはないんかな別にこれが当たり前なのかもしれないですけどねえさああと1回ですね今日はさあ行きましょう うん。なナイスねいや出ないんかな <laughs> 何もないうん跳べよ <laughs> ほんとくそホントくそクマジくそ <laughs> 5月14日までかまだちょっと時間ありますね はいまだ時間あるんで、また諦めずに頑張っていきたいと思います。いや、今日はこんなもんかな、ミキサーは。はい、ちょっとテンション下がりましたけど、ある意味ね、まあ、狙いがね、2回でもいければよかったですけど、まあ、こればっかりは仕方ないんでね、まあまあ、田口選手の A ランクを今後、集めることをまた期待しまして、はい、またやっていきたいと思いますけれども、もしかしたらミキサーにかけちゃうかもしれないですね。能力どうなんかな、森選手の能力どうなんかな、上がってるでしょ、多分 どうやったかなあんまりね、抑えの時に注目して、抑えの選手を見なかったんですよね、僕。あ、9位 A 乗るね。うん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 。一応ね、あの、称号用の森選手も取ってるんで、まあ、称号チャレンジまでいけるというところもあるし。川口選手、どうなったかなあー、でもオールドーチは狙えるんですね、スタミナ2つけはね。先発中継ぎは相変わらずできるんよね。うん、できるね。OK。で、通信持ちだしね、まあまあ、 結構ね、僕ね、リアタイで当たったら嫌いなんですよね、田口選手の。この感じ。変化量が多い球種が3つある感じとか、ツーシーム持ってる感じとか、僕も結構嫌なので、もしかしたらリアタイ入れるかもしれないです、また。前々使ってたんですけどね、リアタイの中継ぎで。はい、というところなんですけれども、じゃ今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。で一応ね、リーグランキングもハーオンに戻ったんですけど、またすぐ落ちると思います。特にテコ入れしてないんでね。 山田テスト選手、セカンドに出ただけなんですけどね、浅村選手の代わりに、今それだけなんですけど、はい、まあ、ピッチャー陣の手こ入れ、まあま、あ今回ね、森選手手に入ったんで、そこのスピリッツの上げはできると思いますけれども、まあ、そこはちょっと間に合わないでしょうね、おそらく。最強決定戦とか見てみます多分そんな大したことないと思うんですけど、ああ、8勝2敗か、まあ、意外に勝ってるんですね、思ったより。一応ね、えっ、ー、と、まあ、ほぼホークス純正みたいなもんかな。一応オーダーダ見る まあ,まあ興味ないと思うんですけど一応まあこんな感じかなまあ、ホークスがだいた体下になってきてますねもうほぼほぼ、まあ、楽天の選手とかもね結構茂木選手とかも極みで持ってたりするんでそこは入れてますけどただ育成が不十分なんで本当はねグラシアル選手のあまあ適性がね前ショートとかついてたんでこうして吉田正尚選手レフトとかに今したいんですけどそれか あ,あ、そっか。まあ、守備軽視するなら、こういうのもありか。これどうなんでしょうね。まあ、ちょっと後で、成績見ながらちょっと考えたいと思います。はい。ピッチャーはま、こんな感じかな。まあ、ピッチャーね、先発には結構揃ってるんですよね。思ったよりね。で、中継ぎ陣を、まあ、あえてね、岸選手、中継ぎ持ってきたりとか、いろいろしてるんですけど、ね、山本由伸選手とか。で、ここの森選手が、えっ、ー、とー、ま、あ育成が、どうかな。 間に合うかな。間に合えば入れ替えますけど、まあ、間に合わなければこのまんまかな。まあ、継承させた方が間違いなくスピリッツは高いと思うんですけどね。もうレベル上げれればね。はい。ということで、今日の動画は以上になります。すみませんね。いろいろ下って寝起きで、あんまりテンションもね、高くなかったかもしれないですけど、<laughs> 申し訳ないです。で、まあ、ミキサーに関しては、まあ、ホークスに関しては、まあ、森選手引けたんでよかったと思います。まあ、巨人に関しては、まあ、ちょっとね、狙いとはまあ、 違うところ来ましたけどまあ田口選手全然まあ将来性もあるし使い道もあるので全然まあそこは本当まあ最低限良かったと思いますということでまた次の次の三木さんも期待してくださいでミキさんまあこのままいけば多分チーム絞って回そうがまあ優先だというまあいいといいんでしょうねやっぱねチーム絞って回した方がまあ今後まあポジションがいっぱい追加されてきて例えばセカンドが追加されたりとかまあいろいろあると思うんで、まあ、そうなったら次チーム限定じゃなく 普通のノーマルで回す時ももあるかもしれないですけどはいそこはまたちょっと考えながら回したいと思いますということで今日の動画は以上になりますご視聴ありがとうございましたこの辺で失礼いたしますお疲れ様でした